こんにちは、本日から始まりました大輔とレナのムービースター、記念すべき第1回の放送ですね。はい、そうですね。この番組は私、映画監督で映画活動家の田畑大輔と一般社団法人ユーラシア国際映画祭代表理事の増山レナが世界の映画、エンタメ、ニュースを豪華ゲストを交えてお話しする番組です。今回は堀潤さん、はい、はい、隣トルコ大地震の時に、ね、シリアの避難民神社で祝福を持ってたんですけど、ものすごくトルコ大地震の時のトルコ側の避難民は植えてはなかったんですよ。でもシリアから来た国境に近くの難民はとても植えてて、はい、急に持っていったやつを全部もらって、なおかつ子どもたちがそれでもまだ足りないのというような形で、車の囲まれて20人ぐらいの子どもたちがやってきて、で次はマネマネって言うんですよ。マネ寄付してます、ね、はい、シリア側に関してはやっぱり国連やその他の、ね、世界からの人道支援の物資は入れさせないっていうような、はい、そうした政策でしたよね。そうです、はい、だから入れる場所が限られてます。入れなかった、入れなかったです。私も行ったんですけど入れない、入れなかったですか、はい、入れなかった。もうここから帰りません。トルコも入れません。そういう、ね、国家の体制、政治体制によってそうした本当にこう救助が必要な市民が、はい、そういう局面でさえ救われないっていうのはそうですよね。もう残念ですね、はい、興味がありますね。あ、なるほど。結構みんな発言したがらないっていうのもありますね、あ、そうですね、はい、私もあの後ロシアから7人、映画監督とカメラマンと俳優を呼んで撮影をしました。で皆さんその政治的に発信することが何かでバレると逮捕されちゃうから、ということでなるべく話したがらないという雰囲気がありましたね、はい、あとロシアの俳優や監督たちは今まではペプシコーラの CM とか作ってた売れっ子のチームなんですよ。で彼らはこの国外の仕事がほとんどなくなっていて、それについてはすごく悔しそうな感じで、で監督は今年もベネチア映画祭ですとかカンヌ国際映画祭でも上映会を企画されたり活躍されてるんですけど、そういったことをオープニングで発表するとその後こっそり僕音楽やってるんですけどとか振り込みに来られたり ね、 そうですね。今はもう石鹸一つ、はい、シャンプー一つもロシアからヨーロッパに輸出できない状況が続いてまして、エンターテインメントもまたしかりで、何かこうわだかまりみたいなものがあるんだろうなと、もうもっと世界に出たいっていうロシアの若者たちもいるんだなと思いましたね。世界の映画祭でもロシアはシャットアウトされてますので、うん、はい、何もかもですからね、はい、まあ、政治とはそういう、ね、映画とかに口出すものではないと僕は思ってるんですけど、世界の部長はそうなので、はい、ちょっと悲しき状況ですね。一方でヨーロッパとか欧米、まあ、日本を含む目線で見ると、まあ、そういう世界線ですけど、アフリカとか中東とかそれらの目線で見ると、はい、いや非常にこうロシアとの関係深いですし、そうですね、特に僕はスーダンも取材に行ったりとかもしたので、そうなんですか、アフリカの各地からしてみたら、はい、かつての植民地支配の欧米、特にヨーロッパよりもやっぱりそうしたロシアの関係であったりとか、はい、もしくは北朝鮮ですね、はい、そうしたこう地域とのつながりに、まあ、自分たちの、まあ、アイデンティティの、まあ、生き残りをかけたそうした、まあ、表現作りみたいなのもやっぱりすごく大衆社会においても広がってるなっていうのを、うん、またこう見聞きすると、はい、なんかそういう世界線を知っておかないと、はい、なんかいつの間にか日本だけ全くこうピントのずれたそういうところが果たされるんじゃないかですね。はい、プーチン大統領もドバイとかサウジアラビアもありましたね。行ってますね。大きなジェット機が飛んで、ロシアの国旗の国連まで出てね、はい、すごいイベントになって、しかもどちらかというと、ね、上海協力機構と呼ばれるような中国とロシア、その他中央アジアの非常にこう強い経済力を持っていたりとか、あとはまさにブリックスですね、ブラジル、インド、ロシア、中国、ブリックス去年は拡大で
20カ国以上が参加するようになっていて、まあ、日本からこう見ている景色とは全く違う世界経済の